僕の視聴者層の 50% がチャンネル登録、未登録だったので、皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。これね、しばらくちょっとしつこく言おうかなと思ってるので、よろしくお願いします。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今回は、新作の、おそらくモダン4になる新作に備えて、モダン4の原点である COD4 リマスター版に帰ってきました。そしてハードポイントですね。まさかのハードポイントがマッチングしたんですよ。これすごくない？すごいよね。海外部屋です。なんだけど、このゲームね、ほんと敵がね、2発ぐらいで倒せちゃうんで、ストッピングパワーつければ。全然戦えるんだよね。お、なんか適当に撃ったら当たったぞ。で、そこにもいるからカットして。さあ、これが最強 AR の力。で、L ストライクゲットしたんで、ポイッ、はい。お疲れ様でーす。どん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 、どん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 。で、これ、デザートイグに引き換えて遠距離ショット。あー！あー！ヘリが、ヘリが、ヘリ伸ばしちゃった。なんてこった。あー！さあ、これが10年前のゲームとは思えない。まあ、10年前のゲームも、リマスター版なんでね。10年前の方は、もっとね、グラフィックとかはちょっとしょぼいんだけど。いや、でも、あれ？いや、これが COD だよ。そうだよ。ほんと、これが COD。なんやねん、最近の、なんか、注射打ったり、スライディングとかなんか。あー、めえ、そういうこと言っちゃダメだ。あれも COD だ、一応。やばい！楽しいんだよ、ほんと。さっきは何社かやってんだけど、マジでね、若返った気分やわ。こっちから敵来ないかな？端から来るかな？あー、もう一枚。あー、魂！なんか下にいるぞ。待って。うおー！あー、無理か。人数が少ない、こっち。UAV。そこにいる。当たんないか？急げ急げ。で、10年前の COD4 は、ハードポイントがなかったんですよね。ドミネーションとか、あと、ハードポイントの原点となったね、司令部っていうルールがあったんだけど。そう、だから当時はね、ハードポイントなかったからね、よいしょ、エリアがどこに行くかわかんないんだよね、正直。ほら、全然戦えるよ、海外版。海外版じゃない。海外部屋なのに。あ、敵がいっぱいいる。突っ込んじゃう。あいへへくさいんでした。待って、エリア入んないと怒られちゃう、これ。あー、楽しいな、マジで。あー、くそ。ちょっとね、エリアがなんか遠く感じるのは多分、まあ、実際にね、BO4 と比べてやっぱマップがね、広いっていうのもあるんだけど、スライディングとかで移動が遅いから、ちょっと時間かかるんだよね、移動まで。ああ登れない。これ上か、2階か、まさかの。さあ、ハンドガンに切り替えて。ババババババン。ナイス。で、1枚赤点映ってるんで、そこにいる。やっちゃう、こいつ。危なかった。で、そっから出てくると思う。出てこい。バレてるぞ、お前。下にいるから、俺ね、降りちゃう。一回降りた方がいいと思うな。いや、降りない方がいいか。フラグ適当になんか、投げとこう。いて。めっちゃ痛かった、今の。あれ、その辺にいるんだよな。何してんだ、こいつ。ちょ、今目の前に敵がいたぞ。あ、ちょ、まあ、なんで勝てへんの、今の。まあ、しゃあない、リスポーンは。10年前のゲームだしね。調整とか特にされてないから。リスポーンに関しては、まあ、多めに見ましょう。なんてとこで戦ってんだ、僕。ちょ、なんてとこで戦ってんだ、俺。やばい、敵が来ちゃう。後ろで湧いてんじゃねえ、これ。落ち着け。やばい、UAV 出せるか。あー、くそ、逃げられない。そう、敵を、こっちも敵を溶かすことができるけど、自分も溶かされるからね。当たり前なんだけど。お、スナイパーもちょっと拾っ、なんか、これあれじゃない？追加武器の方か。これは、10年前の方の COD4 にはなかったね。リマスター版、新しく追加されてる SR かな。でも弾全然ないね、これ。一発じゃしない。セミオートか、これ。おほっ！どどん？これ BO4 から始めた人からしたらめちゃくちゃ敵柔らかって思うんじゃないかな。これが COD なんですよな。敵の空爆。ちょっと一回上に逃げて、こっちも空爆呼びたいんだよな。さすがにここまで来たらヘリまで繋げたいよね。空爆が利用不可。
空爆が利用可能で、これスタンを投げてフラグも入れちゃおうか。あと1キルすれば空爆じゃなくてヘリコプターが出せる。オッケーオッケー。なんか今当たり判定ちょっと謎かったけど、さあ AK も拾っていこうか。壁抜きされてる。ワオ、オッケーオッケー。まあ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 、30の10で悪くないんじゃない。ちょっとエリアまで遠いな、さすがに。なんかエリアまで遠いな、やっぱり。ちょっと敵の空爆があるから右に行けない。で、そこに2枚いるね。壁抜き？あとその角にいたはず。あ、なんでロングにいる。わお、スナイパーか。スナイパーも最高なんだよな、このゲーム。スタンと味方のヘリが出せてるんで、どれだ、敵。あれ？あれか？違うな。左か？うわ！おお、やった、勝った。なんかロングにいるな。あー、あいつだ、あのスナイパーだ。くそ、あいつ、スナイパーなんで使いやがって。そこにいるの知ってる。ちょ、ロング処理しよう。ロング処理班、ロング処理班。スタン当たんなかったな。でもここにいたんだよな。ほら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 。いつまでいる気だ？まだ住んでたぞ、今。どんだけ住んでんの？後ろいる！なんで？勝ったし。敵のヘリコプター。暗視ゴーグルつけちゃった。ちょ、違う違う、そうじゃない。俺はそうしたいんじゃない。やばい、これ逃げた方がいいぞ。やべ！ああ、くそ、ヘリコプター逃した！ああ、マジかよ。ヘリ逃しちゃったよ。なんてこった。ああ。でも次のエリアとりあえず建物の中だから、こう逃げて、揺れる揺れる。めちゃくちゃ揺れるぞ。よし、エリアに突撃。ナイス？でも俺多分リスポーンカオスなことになるんだよな、多分。なんか変なもんついてるね、このエリアある。やばいな。どうする？外に出てもヘリコプターがいるし、とりあえず敵のフラグ転がしとこう。ちょ、こう出て、いないね。敵どこだろう。なるべくこう建物の方を伝って、あー、そう、クイックドローとかデクスタリティもないからね。ちょっと走りすぎは注意だね。こう構えておかないとちゃんと。OK。さあ、いけるか？一旦 UAV で。くそ、エリアまで遠いな、マジで。この先いる。エルストライクをゲットした。まあ、エルストック呼ばずにこのままヘリまで。いや、呼べる、呼べる、ここで呼べる。ちょっと適当に呼ぼう。今日全部適当だな。オッケー、ナイス、エリア。さすがに勝ちたい。ヘリコプターゲット。いいぞ、ストリック。ストリックしてるよ。はい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 。上にいるやつ、カット。あと、その辺じゃない？どうだ、ここ M16 に切り替えるか。センター下？まだ奥から来てるな。ん？いや、痛い！ああ！どっから撃たれてるのかよくわかんねえな、俺。待ってろ、今行くぞ。そっから RPG の音がしたから。OK。これで処理して。痛い、どっから撃たれてるのかわかんない。エリア狭っ！ちょ、待って。エリアの範囲狭すぎやろ。二人分ぐらいしかないじゃないか。そしてリスポーン取れてない。あー、足が遅い。無限ダッシュでもないからね。よいしょ。うおー、なんだこいつ、危ねえ。よしよし。あ、気づかれた。やべ。次、後ろだ、エリア。近くに敵いるね。建物の中入ったかな、これ。いる、建物の中にいる。で、この辺に、ああ、敵、自立で湧いてるな。あそこにいるやつ倒しちゃって、キルストをゲットする。タイムアップになる？ヘリコプターは今被ってるから出せないか。で、この通路押さえて、まだこっち見とくか。そう、ビオホーと違って伏せが強いから。
ナイフ？これ敵どっち脇だろう。ああ、後ろ脇だ。結構接戦。ああ、よかった。ちょっとマップが広すぎて。まあまあ、当時のこのマップはハードポイントを想定して作られてないっていうのもあるからね。まあまあまあ、いいんじゃないでしょうか。いや、でも面白い。マジで面白い。本当に久しぶりに COD やった感覚だな。まあね、ちょっと海外部なんだけど、全然やっぱりね、敵が柔らかいから、全然戦えますね。そしてモダンリマスターの武器の種類見てみたんだけど、めちゃくちゃ多いですね。まあ、ここが、まあ、10年前からある部分で、で、まあ、ここがね、新しくリマスターで追加された武器なんだけど、まあ、AR だけでこれだけあって、SMG もこれだけあって、で、スナイパーもこれだけあって、ショットガンこれだけであって、もう、めちゃくちゃあるね。すごい。いやー、美容法もなんかこれぐらいどんどんね、追加武器正直欲しいですよね、っていう、ちょっとした希望。はい、というわけで、この動画良かったらぜひ、グッドボタンとお願いします。あとね、チャンネル登録。僕の視聴者ね、50% はもう未登録なんで、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。You'd show me your heart, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, no opinion.